素顔が明らかに。これぞイケメンパラダイス、ね、これは生田君の情報ですか。はい、そうです。これは小栗旬君と、うん、撮影終わりでもんじゃを食べに行った時の写真ですね。小栗君は結構飲むんですか。そうですね、飲むと長いですね。朝までになっちゃったりとかしますね。あれ、これはこれは真っ黒や。焼肉を食べに行って隣に映ってるの、堀北真希ちゃんなんですけど。男の子やもと。ほんまや。僕あの歯に韓国海苔を詰めてきた。イケメンパラダイスの撮影ですということでスタジオにやってきましたので行ってきます。ありがとうございます。イケメンパラダイス、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 おはようございます。ケイズスタジオ、ありがとうございます。あ、どうもどうも、ゆうちゃんさん。あ、どうもどうも。あ、どうですか今日の撮影は。今日もう最高ですよ。最高ですか。特にトーマくんがいけてて、僕のなんていうんだろう、あのリーダーシップっていう。あ、あ、ゴーン。その手があったか。お昼休憩。ああ。めっちゃ楽しい。お昼休憩ということで。学校内になんかね。昼ご飯を食べてます。ちょ、うるさい。うわあ、羨ましい。あ、どうも。バニラ気分の皆さん。何を隠そう、小栗旬です。前髪があのパヤッパヤになってるんですけど、それちょっと直し、あ、小木さん直してもらっていいですか。こんな感じで、みんな今日の撮影も頑張ろうぜ。ついてこいよ。こんな感じでね、みんな俺についてきてくれてます。なんでいじめるの。素人はどうなのこれ。え、でも普段トーマくん俺に結構そんな感じで。俺もそこ完全そうだよな。何いじめられるよりいじめたいまじて。にぎやかだね。そうだね、本当にぎやかな現場ですよ、ね、堀北さん。はい、現場の感じはどうですか。はい。ちょっとミキティなんで呼ぶの。忙しい。ちょっと現場の会してるからごめんね。みんな行っちゃったよ。今日はなんかおかしいです。いつもこんなんじゃないのに。でもすごいいい現場なんです。ここは。